なぜこれドッグフィットネスをやろうとしたんですか株式会社ディアロードホールディングス代表井口智明レオアルトラで完全ゴール長野木曽コマ冷公園を DIY 開発中建設行政美容業界と異色の経歴多分野での資格取得を武器多事業展開800人の正社員を兼任するこの男まさに奇妙遊び心とビジネスへの嗅覚で志願者の挑戦を新たなステージへと導くなぜこれドッグフィットネスをやろうとしたんですかはい、えー、犬服の お洋服屋さんとセルフフォトをやってるって言ったんですけどご家族の方にすごく喜んでいただける事業になっていてでももっとワンちゃん自身に喜んでもらえるというかワンちゃんにこう利があるサービスがしたいって思ったのとあとはもっとスケールできるようなビジネスがしたいって私自身思っていたので先ほど林社長おっしゃられていたような、まあ、無人携帯とか あのあとサブスクがいいなとか人件費とか仕入れコストがかからなくて損益分岐が下がるようなビジネスがしたいっていろいろ考えた結果ワンちゃんのフィットネスをしようっていうふうに思いましたわ、ね、かりましたありがとうございますこれなんか面白そうじゃないですかこのプラン、ね、これフランチャーズいきますよね,ねいいい。いんじゃないいきなりフランチャイズいいんじゃないこれ <laughs> <laughs> うん。試しに何件か作ってみればいいんじゃないですかって思うぐらい資料もよくできてます Q&A もついてるしうん。うん、だけど逆に 視聴者さんにこの良さがね、資料がないか伝わらないかこう皆さんの質問でこう伝えていかないといけないですねペットの健康寿命を伸ばすドッグフィットネスを展開したい志願者の提案に開始早々林が金を動かす序盤戦タイガーファンディングは盛り上がりを見せる ドックフィットネスなんで今いいと思います私はニーズがないからではなくてトレーナーを排出するのが難しいからだというふうに考えていて既存のフィットネスさんあるんですけどどれも俗人的で人ありきなのでトレーナーさんのトレーニング1回でいくらっていうような形のものしかなくてそういうものだとやっぱりトレーナーが必要なのでただ国家資格民間資格というものがほとんどなくて既存のトレーナーさんもいないですし今後排出することも難しくって。 なので属人的なモデルだと、あまりこう数がないかなというふうに思い、今回このモデルにしました。なるほどあの私実は、ちは分かってるんですよ。あ、そうなんです。で犬の幼稚園に通ってるんです。はい、何で通わせれるかというと。日中二人とも仕事に出てしまうので、誰もいないから、えー、人がいる幼稚園に預けるわけです。はい、これ、土日しかできなくないですか。 おっしゃる通りであの平日働いている方は土日がメインになると思うんですけど一応その24時間ジムって人間でもあると思うんですけどそういったイメージで朝早くから夜遅くまで、まあ、物件によると思うんですけど今検討しているところは24時間でも OK というふうに言っていただいているので例えばそういう方は夜に利用していただいたり、まあ、土日を使ってといいう形にはなると思いますそうすると土日しか使えなかったり夜使えないのに月のサブスクって1万5000って高い気がしませんか 1>, 1万5千円が高いかどうかっていうのは、1万5千円に見合った価値を私は提供するっていうふうに自信を持っていて、確かに運動施設を週に1、2回しか使えないっていうと、また1万5千円は高いと思うのですが、付加価値という部分を4つほど資料にも2ページ目ぐらいに載せさせていただいていて、まず1つ目が外部講師のレッスンですね。あの、ドッヨガ協会様と連携することが決まっていて、 あの外部講師として来ていただいてあの保護者の方もヨガができるイベントだったりあとは土日にトレーニングしに来るだけじゃなくってお外で例えばミニ運動会みたいなのをしたりとか例えばチワワちゃんだったらチワワの集まりみたいな今日はトイプーの集まりみたいな感じで同じ犬種のお友達ができたりだとかそういったイベントをまあ行っていこうと思っています。健康ににしし商品を販売しますすいいうふうふも書いてるんですけど そういったものがラインナップが揃っていたりとか健康豆知識掲示板って書いてあるんですけど掲示板を設けて月にこう数回でしょう病気のこととか食育のこととかワンちゃんに関する知識があそこに行けば得られるよねみたいなそういいっったた場所にしたいなと思っておりますすごいプランはいいと思うんですけど、はい、そのこれビジネスにおいてありがちなんですけど、はい、付加価値を作れば1万5万五千円払える人がどれほどいるかっていうことなんですね。はい だから、本当に、このワンちゃんの、このワンちゃんって、すごいお金かかるじゃないですか。はい、もう飼ってるだけで餌代もかかる、それこそ副代もかかる、あと病院が異常に高い。はい、さらに、この一万五千円を払ってくれる人が、どのくらいいると思います?月。月、はい。一応ですね、テストマーケティングもさせていただいていて。すごいまあ、二種類の方法でテストマーケティングしたんですけれども。まずは、チラシを、インスタの広告で。 1> 1週間かけてみてみそこ例えばアンケート機能があるので1万5,000円で通いたいか通いたくないかっていうアンケートも取らせていただいてちゃんとこの損益分岐に行くぐらいの人数があの通いたいと言っていただいたりとか私に見えない形で今持っているお客様とかお散歩に来ているお客さんあとワンちゃんのイベントで500人以上来るようなイベントがありましてそこに来ていただいた方にアンケートを取ってこれぐらいの値段で じゃあどれぐらいの片道所要時間だったら行きたいと思いますかとかそういったアンケートを取らせていただいてかなりこうニーズがあるなというふうに思っております。分かりりまましたありがとうございます、はい